どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルは、ちょっと新しいガジェットやリック、そういったガジェット製品を中心にレビューをさせていただいているチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、Android でも iPhone でもですね、Apple のカープレイを快適に使えるですね、新しい、車用の、まあ、いわゆるキットをご紹介しようかなと思います。今回紹介するのはこちらです。こちらのですね、現在、Amazon の方で販売をされているガーリンキット 5.0 というですね、製品がありまして、こちらをね、今回は紹介していこうかなと思います。そもそも皆さん、Apple のカープレイっていうのね、普段から使ってますでしょうか。まあ僕はですね、レンタルをしたり持っている車とかをですね、まあ運転したりとかはしています。で、今回はこの、カーリンキットの 5.0 を使うことによってですね、長い運転時間で渋滞が発生していてね、もううんともすんとも動かないような状況が、起きてしまった時とかにですね、ちょっと暇を潰す、アイテムとしてですね、導入していただくのがすごいいいかなというふうに思います。今回のこの、カーリンキット 5.0 に関しましては 4.0 っていうのも、実際存在していまして、 5.0 と 4.0 の違いっていうところを簡単に、ご紹介させていただくとこんな感じになっておりまして、主な違いとしてはですね、まあカーリンキット 5.0 と 4.0 は2チャンネルか1チャンネルかっていうところが違います。はい、今回のカーリンキット 5.0 に関しましては2チャンネル動作なんですよね。つまりどういうことかっていうと、スイッチングすることによって Android にもつなげれるし、iPhone にもつなげれるんですよ。なので同時両方ともつなげといて、で Android のシステム使いたいなと思ったら切り替えて、iPhone の方が使いたいなと思ったら iPhone に切り替えるとかもできるし、はたまた、有線カープレイとして iPhone をつなげておいて、iPhone 同士の、まあ、いわゆる2チャンネル、動作っていうのも切り替えることができるっていうのが面白いところです。カーリンキット 4.0 に関しましては1チャンネル動作なので、どっちかしか動きません。なので、そこがちょっと若干違うかなっていうところですね。はい。なので、例えばね、上司は Android を使っている。自分は iPhone 使っているとか、それこそ家族のみんなは iPhone 使っているけども、僕だけ Android を使っているとか、そういった、まあ、いわゆる家族間とか会社間の、まあ、同僚間の中でですね、Android、iPhone っていうのがばらけていて、今まではね、ナビとかでカープレイが使えなかったものも、それが使えるようになったっていうところでは、まあ、結構ね、僕はこのカーリンキット 5.0 ね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。じゃあ早速、このカーリンキット 5.0、皆さんと共に開けていってですね、実際に車の中に装着をして、どういったことができるのかとか、そういったところをですね、実際に皆さんに紹介していきましょう。いきますよ。レッツゴー。お待たせいたしました。もうちょい近づきましょう。はい、今回ご紹介するのがこちらです。カーリンキット 5.0 というですね、アイテムになっております。はい、こちらの製品なんですけども、現在 Amazon の方でですね、14,999円で3000円オフのクーポンがですね、今このレビューをしている時にはついているので、まあ、実質のところで言うと、まあ、12,000円ぐらいかな。それぐらいで買えるような感じのイメージです。はい。で、先ほども言ったように、こちらに関しては2チャンネル動作っていう形になっているので、まあ iPhone と Android をですね、スイッチしてですね、使うとかにはすごい便利な製品になっています。はい。で、そもそも、カープレイを使ったことがないよっていう人もいらっしゃるとは思うので、カープレイの、まあデメリットの部分だったりとか、そもそも Android だけど Apple カープレイってどういうことっていうところを紹介していきましょう。はい。カープレイっていうのはですね、Apple のiPhone を主軸に置いた、まあ、いわゆる車の中でアプリケーションを動かしたりとか、そういったところでエンタメ要素をですね、ナビゲーションに加えるような、まあ、いわゆるサービスの一環です。で、ただし、今の Apple CarPlay っていうのはですね、音楽を聴いたり、ナビゲーションを利用したり、あとは電話をしたりとか、そういった使い方が使える形になっています。プラスオンで、今回は2チャンネルキットになっているので、Android、iPhone、両方使えるっていうところもまたこれが結構いいんですよね。はい。実際
際に、じゃあ中身どういったものが入ってんのっていうと、中身はね、極めて、シンプルな構成になっております。はい。これが、実際のカーリングキット 5.0 になっていて、もうほんとね、小さいタブレットの、ケースみたいな感じの、商品、これがアイテムです。で、この中にはですね、各それぞれの車の中に対応した USB ケーブルっていうのが入っています。C2A のタイプと C2C のタイプですね。この2つが入っている感じです。あとはマニュアルが入っていて、マニュアルに関しては、中はですね、日本語のマニュアルも一応入っている形にはなるので、どういった風につなげばいいのかっていうのを、これ分かりやすくしているのは結構いいんじゃないでしょうか。こういうね、海外製の音製品とかって結構ね、日本のマニュアルがなかったりするんですよ。なんですが、今回のこれに関しては、iOS の場合のつなげ方とか、そういったものを含めてですね、いろいろとある形になっているので、そこは結構僕いいと思います。で、もう一つ、この製品を使うことによって良くなるのが、カープレイって、まあ、基本有線で使うんですよね。なので、スマホが、置ける場所、スマホの可動域っていうところが非常に限定的ではあるんですけど、このカーリングキット 5.0 を使えば、無線でカープレイを使用することが可能になってます。なので、充電器とかそういったものは、ちょっと離れた場所にあるとか、それこそね、車の中で携帯がどっか暴れちゃって落ちたら怖いっていう人とかも、この無線にすることによって、そういった悩みがなくなります。なので、そこは結構僕的にね、いいんじゃないかなっていうふうに思いました。特に、Apple CarPlay で皆さんに一番試してほしいのは、Apple Music っていうところなんですよね。Apple Music が、この車内で使えることによって、今までってハードディスクとか、それこそ CD とかを車の中に持ってかないと音楽を好きなもの聞けなかったりしたじゃないですか。それももう今ってサブスク時代だと思うんですよね。なので、そういった意味からも、サブスクを車の中で利用できるんですよ。つまりどういうことかっていうと、下手にハードディスクにもう音楽情報を入れなくてもいいんですよ。それプラス、それだけじゃなくて、好きなアーティストとかを自由に検索して聴けるっていうところも考えると、僕はこれ結構ね、そこら辺のところ、すごい、音楽をたくさん聴く人にはおすすめかなっていうふうに思っています。はい。で、実際に、カープレイとかそういったものが対応している車種っていうところなんですけど、これはあくまでもですね、目安として見といてください。こんな感じです。はい。結構皆さんよく乗られるもので言うと、まあ、日産系だったりとか、あとはトヨタ系ですよね。はい。その他にも、まあ、レクサスだったりとか、マツダとかも対応はしていまして、iPhone に関しては、iPhone 6 以上で、iOS 10 以上のシステムが使えるものだったら基本大丈夫です。あとは、Android スマホに関しては、Android 11.0、またはそれ以上のシステムになっているので、ここら辺のところで言うと、ちょっと Android 11.0 って、まだまだ結構最近の OS だと思うので、そこが入るかどうかっていうのは、気にした方がいいかなっていうふうに思います。早速なんですけども、車の中に取り付けていきたいと思います。取り付けていきましょう。レッツゴー。はい、お待たせしました。今これ現在ね、僕の、実際ね、普段乗っている車です。音楽とかね、そういうやつに関しては、まあ T コネクトアップとかそういったものを使えば一応できる形になってるんだけど、でもやっぱりカープレイ使いたいじゃないですか。で、今回のこの製品を使えば、まあ、いわゆるね、カープレイとか、そういったものも使える形になってます。今ね、ここ USB の A 端子がここついてるんですよね。 A to C がついていて、この下のここの部分わかるかな、ちょっと暗いからわかりにくいかもしれないんだけど、これ USB があるから、これを差し込んでください。で、するとこの車の差し込み具合があれなんですけど、こういう感じでね、光ります。で、光ったらもうこれでね、一応つなげれる形になっていて、スマートフォンの中のですね、まずは Bluetooth に入っていただいて、Bluetooth のところの、この、今回のこの製品、オートキット A19 っていうのがあるんですよ。なんで、そのオートキット A19 を選択ください。すると、オートキット A19 に、準じたオートキット62っていう Wi-Fi に繋がります。繋がったら、こういう感じで、わかる？もうこれね、カープレイになってんの。だから、こういう感じでね、アプリケーションとかもいろいろと、こういう風に見れる形になってます。で、カープレイになると何がいいのかっていうところで言うと、まず音楽がサブスクリプションになるから、CD とか持ち込まなくても、自由に聴けるっていうところはすごいいいかなと思います。はい。例えばこのミュージックに行くとこういう感じになっていて、ほら、こういう感じでね、Apple Music がそのまま入ってんのよ。だから、例えばここで聴きたい曲あれば、こういう感じでね、ここで、
こういう風にすれば、もうこれで聞ける感じになってる。だから、CD とかそういったものも持ち込まなくてもいいっていうのはすごいよね。で、プラス、ライブラリーの中入ると、自分のスマートフォンの中に入ってるアーティストの曲とかそういったものも聴ける感じになってる。だから、まあ、本当にね、スマートフォンを触ってるような感覚で、この音楽とかそういったものも楽しめるっていうのは結構いいかなと思います。はい。その他にも、こういう見つけるとかで、実際ね、Apple Music とかにあるプレイリストとかそういったものも、実際ここで聴くことも可能です。はい。で、その他のところで言うと、Google マップもこれ標準で使える形になってるから、例えばさ、よくあるのが標準ナビって更新が、できる、年数がもう限られてるから、古いバージョンのナビの場合ってあるじゃない。すると道が違ったりすることあるでしょ。それも今回のこれを使えばね、Google マップだから最新のナビゲーションとして使える形になってる。で、しかもこの行きたいところとかもここから通常通り打ち込むことも可能になってるから、そういう意味でも、まあ本当にね、新しいナビを使ってるような感覚に陥れます。これ結構便利だよね。あとは Amazon Music とかも標準のデフォルトで入ってるから、Amazon Music も、聞くことも可能だし、LINE Music もいける。あとね、LINE もね、これ使えるのよ。あとは、オーディオだったり、ポッドキャストもできるし、電話とかもかけれる形になってますし、まだまだね、アプリケーションが増やすことも可能になっています。はい。なので、そういった意味で考えると、これめちゃめちゃね、使いやすいんじゃないかなって感じがしました。これが標準のね、モニターになってます。で、ここ見てほしいんだよね、僕が思うのところとして。ほら、通常の、カープレイって線で繋がなきゃいけないから、やっぱりさ、このスマホ自体が置き場所困るのよ。なんだけど、今回のこれに関しては、これで無線で飛ばしてるじゃない。だから、こういった空いてるスペースとかに、まあ、これ入れておいて、あとはスマホはさ、落ちたくなければ、バッグの中入れておいてもいいし、それこそ、バッグの中はちょっといいことであればね、ここら辺とかにスタンドつけてさ、スマホをね、置いといてもいいかなと思います。で、ちょっと残念だなって感じてるのが、この、まあ、ブランドさんで出てる別の機種でこういった機種があるのよ。その機種に関しては動画が見れる設定ができたんだけど、今回のこれに関しては、通常のカープレイと同様の、まあ、いわゆる、方法でしかね、使えない形になってるので、そこがね、ちょっと残念だなって感じがしましたね。動画が見れたらね、より良かったなって感じがしたので、僕としてはちょっと機能制限があるところは若干残念なポイントではあります。はい。まあ、ただしね、動画は見れなくても、例えば YouTube でさ、プレミアム入ってる人とかって多分いるじゃない。そういう人とかには、いいところもあって、一応その iPhone とかで、操作してる動画に、沿ってですね、まあ、こちら、再生されるんですよ。なので、例えばさ、僕の最近出した動画とかそういったものをここで流すじゃない。そしたら、こういう感じで、動画の画面は見えないけども、音声はね、普通、この車の中にですね、流れるんですよ。なので、まあ、ラジオ感覚で、まあ、こう聞けるのかなってところで、僕はそこはね、いいんじゃないかなっていうふうに思いました。うん。まあ、純正ナビってできること少ないけど、これだったらね、まあ、カープレイが使えるから、少しはできること増えてるし、うん。まあ、いいと思いますよ。うん。あとはね、カレンダーアプリとかもあるんですよ。なので、こういったので、スケジュールを確認するとかもできるし、いいのがさ、Teams とか、Zoom も使えるからこそ、会議とかもここでできるっていうのはすごいいいですよね。うん。これはね、ビジネスマン結構レンタカー使うこと多いと思うんで、これあれば、まあ、いわゆるそこら辺のところも解決するので、僕はここいいなって感じがしました。うん。ただ、一個ね、動画と流した時に思うのが、若干ね、ラグがあるんですよ。なので、やっぱりこの Wi-Fi の無線とかで飛ばしてるからこそ、少しやっぱりね、ラグは感じるかなって感じはします。はい。じゃあ、ちょっとこれ、まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、このカーリンキット 5.0 を実際に車につけてみました。
つけてみた感じとしては結構簡単な、装着感っていう形にはなっていまして、実際ね、迷うことほとんどなかったです。まあもちろん、初めてアップルのカープレイを使うとか、そういう人とかだったら多少最初は迷うことがあるかもしれないんですが、まあ基本はね、中に入っている USB ポートのところに繋いであげてですね、あとは Bluetooth と Wi-Fi をですね、これに同期させるだけでですね、簡単に、まあこう接続ができて、で、なおかつですね、もうあとは従来のナビを指で操作する感覚で、で、あとはもう、ああいう、そのアプリのカープレイっていうのを、自然に使うことができたので、これは結構ね、すごいなっていうふうに思いました。今まで、結構有線とかで繋いでいた人とかだったら、これが無線になることによって、だいぶね、こう、スマホの置き場所とか、それこそ、スマホのですね、定位置っていうのが変わってくるので、かなりここは、悩まれてた方からしたら、すごいいい製品じゃないかなっていうふうに思います。はい。今回はこんな感じで終了させていただきます。こちらはね、カーリンキット 5.0 ですね、Amazon の方で販売しております。ちょっと値段はね若干してしまうんですけども、その分ですねすごいいい製品になってますので、ぜひ皆さん買ってみてください。そして次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。